ました。めちゃめちゃ広いですね。これが鳥取で有名な。何もないですね。この砂丘でこの後ろに海なんですけど、果たしてこの水は海水なのかどうかっていうのはちょっとね気になるところなのかなって思うんですけど、ちょっとねチェックしてみたいな。海水ではないですね、水ですね。魚らしきものもいないですね。さあ、砂丘をこうやって上に登ってきました。結構きついですね。すごいですね、これ。すごい風と。ともに冷たい空気が海の向こうからやってきてます。寒いなと思いきや、向こうの方にちょっと聖なる光が見えますね。だいぶ距離が来た。動画も含めとか大丈夫ですかね。まあ、そんな長い時間もあれですけど、まあ、少しぐらいいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。